皆さんこんにちは。今日は名張市郷土資料館にオオサンショウを見学に来たよ。2階へレッツゴー。あ、ぼーちゃんいるかな。あ、いたいた。ぼーちゃんはこれこの子が4代目になるそうです。ぼーちゃんの他にも名張市役所に安家というオオサンショウさんがいるらしいですよ。世界最大級の両生類オオサンショウウは、その形態が約3000万年前からほとんど変化していないことから生きた化石とも言われています。絶滅寸前まで減少しました。食用として1972年に中国オオサンショウウが輸入されて、それが逃げ出したり放流されたりして、日本固有のオオサンショウウとの交雑種が生まれました。中国オオサンショウウは気性が荒くて食欲が旺盛で、交雑種もこの性質を引き継いでいます。交雑種が増えていくと日本固有の個体群が減少し絶滅してしまう可能性があります。三重県では名張市とともに調査を行って DNA 鑑定で交雑種であることが確認された個体を隔離することで、日本固有のオオサンショウウの個体群を守る取り組みをしています。郷土資料館では捕獲された交雑種はここのプールの中で飼育されています。後で見せてもらうことにします。調査 DNA 鑑定で確認された国の特別天然記念物である日本固有個体は元いた生息場所に戻して定期的に調査をしています。調査されたすべてのオオサンショウウにはチップが入れられて、個体のデータなどの管理がされています。オオサンショウウについて、小さい頃はエラ呼吸でウーパールーパーみたいなんだよ。そして成長とともに変態して肺呼吸に切り替わっていくよ。 4、5 年ぐらいかかるらしい。ここには小さな子たちも飼育されているよ。でもね、みんながみんなね、大きくなれないんだって。ちっちゃくて可愛いよね。頑張って大きくなるといいな。目はあまり見えてなくて、餌と一緒に水を飲み込むよ。噛みつかれたら大怪我をしてしまいます。30分から60分ごとに鼻先を水面に出して呼吸します。小さい時は水生昆虫などを食べて大きくなると、いろんなものを食べるよ。河川の食物連鎖の頂点にいるよ。一匹のメスが300から700個ぐらいの卵を産むんだけど、全てが無事に孵化することがなくて、孵化できても1年後にはさらに少なくなっちゃうんだって。プールを見に行くよ。プールにいるのは交雑種、約150匹もいるんだって。餌はね、1週間に1回ぐらいアジをもらってるらしいです。そして岩場の隙間に見立てたタイヤを沈めてあって、こんな感じ、その中に入ったり出たりして暮らしてるらしいよ。捕獲された時にちっちゃな個体は、このプールだと個体差があって共食いされちゃったりするので、さっきの2階で飼育しているそうです。ここの中では流れがないから、繁殖行動っていうことはほぼないらしいよ。見せていただきありがとうございました。プール見学はタイミングが良ければできるそうです。聞いてみてね。オオサンショウウのことについてもう少しお話しするね。2024年7月1日に日本固有種で国の特別天然記念物を除いた外来種である中国オオサンショウウと交雑種が特定外来生物に指定されました。特別外来生物に指定されると移動、販売、譲渡、飼育などが原則禁止になります。
自治体は国の支援などを受けて駆除ができるようになりました。ただし、指定の時点で郷土資料館のようにすでに飼育されている交雑種の個体は2025年1月1日までに申請をして許可を受ければ飼育の継続ができるので、名張市では申請をして許可を受け、引き続き交雑種の飼育を続けるそうです。日本固有種を除いた中国オオサンショウウオと交雑種が特定外来生物に指定されたんだけど、外見からは見分けるのが非常に難しいので、見つけた場合は勝手に判断をせずに近くの自治体や地方環境事務所に連絡してくださいね。こちらでもお話を聞かせてもらったんだけど、 DNA 鑑定をしないとやっぱり見分けるのは難しいらしいです。